南極条約は南極地域の平和的利用や領有権凍結等を定めた多国間条約である。南極は気象条件が厳しいため人の定住が困難であり、長い間未踏の地であった。1957年から1958年の国際地球観測年で南極における調査研究に国際協力体制を築いていた日本、アメリカ合衆国。 イギリス、フランス、ソビエイト連邦、アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、チリ、ニュージーランド、ノルウェー、南アフリカの12カ国が南極の平和的目的利用のため、1959年12月1日に南極条約を採択した。南極大陸が条約の対象地域となっている。条約の概要は下記の通り。研究基地と各国が主張した領有権それまで。 南極の領有権については、1908年にイギリスが南位50度以南、西経20度から80度に至る範囲の諸島の領有を主張したのをきっかけに、他の国も南極の一定区画の地域の領有を主張を行っていた。国際法における国家領域取得根拠としては、戦線があるが、南極はその気象などのため実効的支配が困難であり、 戦線の法律をそのまま適用するのは無理があるとして、戦線がなくても一定の範囲で領域の取得を認めるとするセクター主義が主張された。セクター主義には反対する国家も多く、国際法として確立しているわけではなかったが、科学技術の進歩によって実効的支配の可能性も否定できなくなってきていた。本条約の第4条において領有権主張は、 定約国の新規や拡大の主張は禁止されるが、同時に領有権主張の放棄は意味しないとも明記されており、各国の主張は凍結状態とされる。また、南極がもっぱら平和的目的にのみ利用されるべきと定め、一切の軍事利用を禁止するとともに、その実施を確保するため、地上及び空中の自由な査察制度を設けることとした。平和利用では、将来、 国際協定で認められない限り、すべての核爆発と放射性廃棄物の処分を禁止している。この平和利用のための核爆発をどうするか最後まで揉めたが、結局日本の圧戦により、将来一般協定ができれば、南極にも適用するが、それまで一切禁止するという線でまとまった。南極における科学観測を行っている国家は、南極条約協議国会議に参加ができ、 そこでは、情報交換や様々な条約をはじめ南極に関する各種の協議を行っている。また、南極の自然保護に関する追加の条約も結ばれてきており、1972年には南極のアザラシの保存に関する条約、1980年には南極の海洋生物資源の保存に関する条約、1991年には 環境保護に関する南極条約議定書等が採択されている。2004年9月1日にはブエノスアイレスに南極条約事務局が設置された。南極条約協議国会議は南極条約事務局が毎年開催する南極の管理や運営のための国際的な会議である。この会議では54の条約締結国のうち29カ国のみが 意思決定に参加する権利を持っているが、残りの25カ国も参加することができる。この29カ国には、最初期の署名国12カ国に加え、南極での科学活動を行うことに関心を示している17カ国が含まれる。また、南極条約には、頻度は低いものの、より重要なテーマを扱うために招集される、特別南極条約協議会と専門家会議がある。 署名、協議国、領有権を、主張署名、協議国、領有権の主張を、留保署名、協議国署名未署名地図は2019年1月、現在2019年7月現在の加盟国を以下に示す。ありがとうございます。